ようにゲームやってます。あんまり意外と知られてないの。GG って意外とあんまりこういうの聞いたことないかも。海賊王に俺はなる。お二人からいただいた今日やりたいっていうことの方に行きたいと思います。はい、はい、まずはキヨさんからのリクエストでゲーマーイングリッシュ。 Yes! ゲーマーイングリッシュ。 So do you play a lot of games? Yes! Yeah! What about you, Mana san? Do you play a lot of games? Yeah! Yeah! Yeah!YouTuber たくさんやりますよね、普段から。よくようにゲームやってます。So, let's look at some gamer English. Kind of like slang. ちょっとスラングっぽいんですけど、ゲーマー特有のスラングですね。Let's see the first word I have. This is very basic. Basic な GG, good game. Do you know this word? 知ってますか、これ。あー、知ってます。みんな言ってくれるよね。 Yeah, yeah, yes, yes、So, it's a... People say it when 試合が終わった後になんかいい試合でしたよとか、なんか、Good game をなんか励ますとか、あと挨拶みたいな風に使ったりしますよね。ちょっと例文を作ってみたので、こういう使い方もできますよっていうのを紹介します。はい。 You can say like GG'sEveryone、GG の後に S をつけて、複数の試合をした時に、今までのゲーム全部良かったですよみんなみたいな感じでね。 So GG's GG's GG's、You can say GG or GG's. Both is correct. どっちでも大丈夫です。 Or you can say GG thatwas a close one. That was a close one. すごい惜しい、惜しかったですねとかっていう印象ですね。勝てなかった時とかに使うやつ。 Yes, yes. This is very nice. Nice sentence. とても優しい、丁寧なちょっと対応ですね。実はもしかしたらお二人とも知ってるかもしれないんですけど、あんまり意外と知られてないの。 GG って意外と皮肉とか煽りとかの時にも使ったりするって知ってましたか？あんまりそういうので聞いたことないかも。 Yes, so sometimes people use GG in a very mean way. ちょっと意地悪な mean な使い方もしたりするので、ちょっと注意してください。Yeah. そっか。 Yes. Also, ゲーム以外、ゲームしてない時にも使ったりする人がいて、まあ大体ゲーマーさんなんですけど、なんか例えば「あー」とか「あらら」とか「しょうがない」とかっていう時のシチュエーションに「GG」とかっていうのを言う方も結構います。It's not only for games. ゲーム中だけに使う言葉じゃないので、ぜひお二人も使そういう時にも使ってみてください。マナさんからのリクエストの American vs. British pronunciation。 アメリカ英語とイギリス英語の発音の違い、結構違うって聞いた。 Yes, yes, very different. Yes. So, マナさん、 Why are you interested? なんでこれを学びたいと思ったんですか？ドラマとか見たら、やっぱアメリカのドラマとイギリスのドラマってなんか発音が違うなって考えて、それ覚えるのも面白そうだなと思って。Alright. So, American English and British English, there are a lot of differences. たくさんあるんですけど、ポイントをちょっとピックアップしてきたので、それを紹介したいと思います。First is the R sound. R sound. R の音ですね。結構難しい音の一つかなと思うんですけど。本当にできてないって毎回言われるよ。難しいですよね。So, American English, アメリカ英語は R の音を結構はっきりと出します。So, we pronounce the R sound really clearly. すごくはっきり音が聞こえます。R の音の違いが分かる言葉いくつか用意したので、これ私が言うのでちょっと聞いてみてください。アメリカ英語を先にしますね。はい、Shirt がアメリカ英語。But in British, we say, or they say, short, short. Oh. It's a little bit different, right?
Next, work and walk。 little different 違い分かりますかね、今の R の音が結構、うん、微妙な違い聞き取れましたかね。 Were you able to hear that?、Mm-hmm. Yes, yes. So R の音が本当にない感じですね、イギリス英語は。 Color、 Color。 Very good, very good. Yes、uh-huh. L と R がはっきり聞こえますね。 And next, color。 おー、ライトだ、すごい。 Color、 Color、ちょっと L の後に A の音が入ってるような感じに聞こえるぐらいって感じですね。あー、カラー。 Yeah, 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 very good, very good。 おー、なるほど。 Very good. Okay, then next, streamer。 Streamer。 Very good, very good. Yeah! Then, British English, streamer。 Streamer。Yes. M の後に AH。の音が入ってるような感じですかね。まあみたいな音で音、まあ、終わるイメージですかね。まあ、ストリーマー。やあやあやあ。やあ。Very good, very good. Very nice, very nice. Thank you. 確かになんかコメント欄でも日本人はイギリス英語の方が発音しやすそう。確かに。言ってるけど確かにそうかもしれない。英語がカタカナになった時のカタカナがイギリス英語っぽく聞こえる傾向がある気がします、個人的には、なるほど。あ、じゃあもうあれじゃ、日本人で R の発音ができない人は、いや、俺、イギリス英語だから。いや、いいと思います。全然イギリス英語を習得してもらっていいと思います。はい、とっても未だにちょっと緊張が、最後の方になったら慣れるかなと思ったんですけど、ずっと冷や汗かいてました。いや、でも本当、すごくね、優しい生徒さんに来ていただいたので、変な失敗はせずに無事終わったのではないかなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、最後の締めの挨拶とか何も考えてなかったんですけど、まあ普通にお疲れ様でしたでいいか。じゃあ英語で、じゃあ Thank you for watching で終わりましょう。英語で先生、はいはい。じゃあせーのでいきましょう。せーの、 Thank you for watching。 バイバイ。